ヤムさん、まずはありがとうございました。ちょっと落車明けのシリーズでしたけどね、準決勝まで。あ、そうですね、不安がある中で準決勝まで行けて本当に嬉しいです。でちょっとここ何年かその大きいレースで結果を出すことをテーマに結構やられてたと思うんですけれども、はい、まあこうどうですか、ここまで来たというか。そうですね、この G2 のこの厳しいメンバーで準決勝まで勝ち上がれたので、はい、すごい決勝への欲が出てきます、はい。本当でもあのどうですか近況、ちょっと、ね、ダービー落車以降あんまり、そうですね、あまりいい流れというか、自分の中でもなんかもどかしい感じがあったんですけど、こうやってちょっと結果が出てくれると、はい、すごい安心します。なんか良くなった原因、要因みたいなのはなんかご自身の中であります、思い浮かびますか。本当にあの変えたのが前々回の慶応学で広島の吉本哲郎さんにちょっと指摘してもらった部分を変えたら今回良くなったんで感謝です。アドバイス受けてそれでちょっと部品変えてっていう。はい、そうですね、なんかすごいなと思いますもう何年もチューブの自力がと言われる中、谷さんも気づけば中堅ぐらいの年になってきて、はい、そうですね、まあ、初日もユーゴが頑張ってくれた結果で自分が勝ち上がってるんで、まあ、こうやってチューブで連携して一人でも多く勝ち上がれるようになれればなとは思います。また準決勝仲間が来れば。そうですね、はい、しっかり頑張りたいですね。またせっかくなんでよく出たんで、また決勝でも。はい、そうですね、決勝を目指して頑張ります。お疲れ様でした。ありがとうございました。